戦略32ターン。現在我が軍の特別エリア通貨3、これを8にすることによってオデッサへの道を開こうとしております。今回もガンガン敵の拠点を取っていく。で、我が軍の部隊数は52部隊、前回からそんなに変わってないかなという状況です。ちなみにジオンの部隊数は207部隊ということです。で、ハワイ攻略作戦やっております。今回このタイミングで主力を送り込むことはできます。で、ハワイの次はカリフォルニアにあります。ここですね。近接してますので、継続して攻略作戦をやっていくということになりそうです。で、カリフォルニアはニューヨークの道の途上にあるわけなんですが、同時にルナ2の道の途上でもあります。カリフォルニアから打ち明けるとここ P アメリカになります。つまりルナ2の近傍のエリアです。だからこのタイミングでルナ2に部隊を送り込みます。おそらくこのタイミングでルナ2打開に動き出すことが最低限の軌道で済むベストタイミングなんじゃないかなと思っております。防衛のことなんかを考えるとね、ビクロとか作ってますね。部隊数少なめですけど、打開する段階でどうなるかちょっと読みづらい感じです。サイド1の6部隊、これルナ2に移動中かもしれません。ただサイド3の65部隊、これがジオン宇宙軍の主力、これが動かない、どうなるかわからない感じですね。まあ、このままうまくいってくれればいいかなと思ってるんですけどね。さあ、ではやっていきましょう。さあ、アメリカ中央部、15部隊多いな。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。うん、増援ですね、カリフォルニアへの。まあでもこれカリフォルニアで勝負しちゃった方がいいかなと。時間稼ぐことは可能だけど、あえて稼がずにカリフォルニアで勝負しよう。全部隊退却しました。さあ、ハワイ攻略作戦、このターンで取る。戦闘を再開します。ここは08小隊が前回頑張ってくれたところ。で、このグラブロ厄介ですよね。あとこのアッザム、これなんとかしたいかなという状況。あとこれ、とりあえずこれか。頼む、俺を行かせてくれ。こうなんだ、ジムストレッカーのスピアが強いんだ。死なせはせん、誰一人とて死なせはせんぞ。あ、でもちゃんと撃ってくれたんですね。あ、射撃だけで。さあ、5分の3ターン的な行動。やはり撃ってきた。狙い通りじゃないか。やった、こんなにうまくいくなんて。こう取れるわ。合体変形ガンダム、ここに移動する。なんという荒技。次のターン取る。いやいや、分離しちゃえ。なんとそこ制圧してしまう。なんという荒技。でもありなんです。ピクシーで制圧。はい、全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。ガンダムとんでもメガだよな。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。うまくいきました。敵の戦力低下によってキャリフォルニアの攻略が可能です。キャリフォルニア攻略作戦を提案します。これより我が軍はキャリフォルニア攻略作戦を開始する。目標は北アメリカ西海岸部キャリフォルニアだ。諸君らの健闘に期待する。さあ、敵部隊数34、増援来てますね。わざと呼び込みました。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。まあ、まとめてここでこいつらね、増援で、ね、倒しちゃおうかなという状況。カナダからも増援来ている。うん、イフリートは来ている。あとは J 型かという感じらしい。よし、とりあえずこの拠点ですけど、わざと制圧せずに、このターンはね、次のターン制圧します。敵を一旦誘導しようかなと。で、ホワイトベースを接岸する。この辺りね、今回はミディアの耐久が減っているから、こいつに任せるしかない。ガンダム移動と。さあ、どんな感じかな。来るね、ザック来ている。これ打ち返すか。まあこのぐらいは余裕でしょう。
隊列を変える耐久順に変えて変形 G アーマーをここ移動しておく。分離どうに分離するかですけど、こっちかな、こういう感じで囲まれたくないからな、こんな感じでしようか。で制圧と、でこれは漢方で倒しちゃおうかなと。いけるだろう、十分。悪害か、悪害来てますね。どうするか、そこ水中型ガンダムとジムの関節攻撃どうだろう。ここも加勢する、フィッシュアイで、こっち側は制圧します。でホバートラックちょっと下がる、シャンプーガンキャノン、うん、とりあえずここはこの3部隊でなんとか死守してもらおうかなと。まあかなり容認されてますね、これ大丈夫かな。まあ、部隊失わなければ、まあ、とりあえず勝利かなと思うんだよね。武器を捨てやがれ。悪界なんて珍しいですよね。受ける、あダメか、残っちゃうか。この戦い一刻も早く終わらせねばならん。よしよし、さあどんな感じだろう。うん、感染の方に来ているな。さらにこれは打ち返すか、地獄ですね。攻撃ガンダムの方とも来てますね。打ち返す、いける、倒せるか。うん、このまま、まあいい感じで倒しましたね。俺は本気なんだよ、わかる。なんだろう、グフ、あなるほど、なんだ改良型か、グフカスタムですね。射撃系倒したいところ、よしよしいいぞ。敵ながらやるではないか。ノリスエースだったね。よし慎重にやりたいところですが、とりあえずティアンムは、うん、接近できるな。よしいい感じ、とりあえずそこ打つか。漢方でここ叩き落としとこう。なるほど、イフリートが一部隊来てるね。誰が、ヤザン、ヤザンさんなら何とかしてくれるんじゃないか。なるほどなるほど、一部隊制圧に向かわせるかかな。合体して分離制圧、ガンダム便利だよね。ここ打ちますかね、これ弱めですね。いいか、十分やってくれるか。ここはとりあえずジムを置くしかないか、そこを狙って倒しちゃう。いやでもね、狙いますか、多少打った方がいいかなと。渋滞こっちに置いて、これどうか。ここは散布して退却する。僕だっていつまでもやられっぱなしじゃないんだ。前方は成功。てかククルストーンだったね、格闘強力な命中高い。いける、格闘で倒せるかな、やってくれ。よし、よくやってくれた。悲しいけどこれって戦争なのよね。とにかくあの真ん中付近にいる敵部隊を倒していかないといけない。よしよし、敵を殲滅する。あ残っちゃった残っちゃった。さあこれはどうする、防御か、さすがに防御か。これは防御、防御持ってくれ。よしいいぞいいぞ、持ってくれ、耐えてくれ。よしよしいいぞ、持ってくれ。よしよし、さあ危ないところケアしていかないと。ここ、隊列はこうかな。でここは移動しないといけないんだ。特殊合体変形、この拠点を制圧しに向かわなきゃいけないからな。敵の攻撃は届かない、この辺りにでも移動しておこうか。でこの拠点も制圧しないといけない。変形、次のターンで制圧に向かわす。で今度ここだ、コルベットブースターで制圧できるか。はいっと、そしたらアクアジムつける。とりあえずガンダムピクシーとライトアーマーを真ん中に移動させる。ここですね、ここ重要だ。でこの3部隊ここをなるべく減らしてもらう。でおそらく打ち漏らして真ん中戻ってくるから、その反撃でさらに倒すと。関節攻撃で真ん中を狙う。ティアンも移動する。いや待って、属形成用にフィッシュアイ移動しておこう。地獄が戻ってこれないようにね。
こんな感じで、この辺に移動しとこう。ここに移動して、これか、ガンダムで取ったか。ゾック形成しながら、戻ってくれないようにすれば、こんな感じで。これどうかな、あとは持ってくれればね。先に棺桶に入るのはどっちかな。敵さんよ、先手取った格闘で倒してしまえればと思うんだが、よし、よくやってくれた。貴様に戦略を運転する資格はない。航空部隊を倒す。さあどんどん撃ってきな。さあここ問題だね。まあ撃ち漏らしてもアムロが、よし、でも倒してくれた。撃ち漏らした分アムロが反撃で倒してくれると思う、多分。人間同士は殺し合うなんて馬鹿げている。投降してくれ。ここ3部隊いるからな。まあ全部倒してくれてもいいけど、まあ半分以下には減らしてもらいたい、ぜひと。よし、いそう、あ、全滅まで行きそうじゃない。頑張れ頑張れ。やった、よくやってくれた。最高の仕事だったんだね。じゃあどんな感じかな、うまくいくか。よっしゃやか、防御防御、持ってくれ持ってくれ。よし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 、うーん、やったー、うまくいったー。を特殊分離してやつ、分離制圧、はい。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。うまくいきましたわ。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。作戦成功。さあ太平洋、これはあのなんかブライト解放作戦だな。戦闘を再開します。まずブライトを退却させる。でこれ、この3部隊を倒しちゃう。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。北米におけるジオン地上軍の戦力低下によってニューヨークの攻略が可能です。ニューヨーク攻略作戦を提案します。さあ打ち上げるぞ。補充するんだけどね、フィッシュアイは放置しない。これ減った状態で後で使う。改造を行うと、ガンキャノン3、これを高性能化してガンキャノン2にする。3か2みたいなね。まあいいや、地上の適性悪くなりますけど宇宙でつけるようになります。あとはガンナーピクシーを汎用化対応、ジムコマンド地上戦使用を宇宙対応して宇宙戦使用にするという感じで、でガンダムを合体するということで部隊編成終わりました。これを打ち明けますということで、上空取るぞ。現状は手薄ですね。ただし北京上空34部隊、まあそれなりに部隊送ってくるんじゃないかなって気がするね。でもこれは必ず勝つ。であとアメリカ中央部とカナダ1の部隊を送ります。さあアメリカ中央部、敵対戦中、敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。まあここは戦いながら時間稼ごうかなと。とりあえずここマイヤーカーチームで制圧、制圧。あでもここは制圧できそうですね。次のターン、ここは制圧したら最後死にますね。さあテクビタスは21、まあそこそこの勝つ。でも思ったより大事。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。よし、まあこのぐらいの数であれば全拠点でなくても全滅でいけるかなと思いますね。とりあえずビクロじゃ、ビクじゃなかった、ザクレロがいて、あとザクはたくさんって感じか。この角付き多分生産状況から言って R2 じゃないかなと。こっちはビグロとザクですねという感じらしい。このでかい塊をまずやるか。とりあえずこれが1234 5ヘクス移動してきて3ヘクス
先を攻撃してくる。だからこの辺まで攻撃してくるってことですね。こっちは 1,2,3,4X 移動してきて射程2で撃ってくる。ここまで撃ってくるっていうことだ。ここで置いて散布、ここはここで散布、これで待とう。これは打ち返す。戦って何を得ようというのか。なんか強撃されてる感じですけど、こう北京上空とインド上空か。まあでもやれるはず。ここでやってしまうんだ。ここで策的を行ない。いやできない。こうやってもらいますかね。いやそのザク倒しますか。全然策的できない。ホワイトベースはここに移動して、散布、ザクレロ撃つ、今度はビグロを狙う、こうかな。そこ撃ちます、ここに撃ちますか。ここ撃ちます。ここ強めですね。で、ここ置いて攻撃。戦いは一瞬で決まる。迷いのあった方が負ける。それが戦場の掟だ。まあ、これなるべく倒せそうなところをガンガンやっていくと思った。スープタイムは F 型かな。ここは余裕できるんじゃないか。こちらが弱めですね。格闘役はライトアーマー。さすがのライトアーマーですね。手ごわいぞこれは。倒れないか。邪魔だ。落としてやる。ビグロここで決めていきたいね。よし。てめえらなんて一発あれば十分だ。これも倒した。あ、これ強行偵察型だった。これ邪魔だからよし。北側好調だね。こっちに気づいたか。迎撃する。漢方は効かないか。さあ北側が、じゃあ南側が危ないかな。うん、囲んでくる。ホワイトベースがどっちもおとりになってくれてるかな。これ近いっすよ。こっちだ。ここは防御。邪魔だ。 R2 が自衛隊目か。やってしまえ。よし、いいぞ。よしよし。こっち側は優勢ですね、かなりね。これ全滅まで持ってきそうじゃん。これ撃ちます。待て待て待て、ティアンムでやってもらうか。ちょっとボコボコだからな。ティアンムでやってもらおう。でここは R22 部隊なんで、あ、背型か。全然弱いな、ここはな。補作的、これ F 型か。でもよし、じゃあこれ狙うか。よし、じゃあ R2 狙おう。まあいいか、ここは倒しちゃう。レビルはこっちだね。まあおとりになりつつ移動して策的を行い、その F 型にとどめを刺す。変形 E、 隊列ジムコマンド一番前にして関節攻撃。ここ打ちますか。本当に打つべきはジオンに集中してもらいたい。ぜひとも退くだろう。アムロ、うまくやれよ。ここでやっつけてしまえば結構優勢だと思います。よし、いいぞ。いけるだろう。よし、さあかなり優勢なはず。うん、退いていく。よし、追い打ちかけていくぞ。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。うまくいきましたわ。参謀部より特別作戦が提案されています。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。ガンキャノン量産型 G3 ガンダムコロンブス海、改造ヘッテールフィッシュアイ、これ宇宙対応にします。ストボールになる。さあ打ち上げを行う。
ホワイトベースとさっきの減っているボール、こいつを打ち明ける。さあアメリカ中央部、さあこれね、この F2 を残しておこう。ブライトが P アメリカに移動してますけど、これはルナツェ攻略部隊の退路を確保するためです。でここから降下するとこのエリアアメリカ中央部になる。だから進行部隊の足元を確保するためにこのエリアを確保したいんだけど、多分ジオンが我々の足元を狙ってくるので罠を仕掛けておく。さあルナツェ奪還作戦。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。テウス、とりあえず増援これか。ピグロが1部隊来ている。12部隊ってことらしいけど、うん、よーしやるぞ。アムロ、カイ、バニング、制圧を行わず叩く。敵を誘導しよう。でこのホワイトベースはこっちだな。散布して漢方でスコウトか。手ごわいぞこれは。抜け抜けとよくもまあ。うん、うまく誘引されてますね。これが F 型3部隊、カスペンとガトー。なるほど、いいか。じゃあここで制圧してこの3部隊撃つか。スレッカーとセーラー、あ今回セーラーはガンダムですね。ここに移動します。待機、これ撃たれるかな。こっちにしとくか。分離、こっちから撃つ。でライトアーマーつけてやる。で関節攻撃、ガンキャノンを1部隊で、ここ守ると。あと今度これを狙う。ガンダム、ヤザンのガンダム。F 型3部隊から大したことないか。ガンキャノン、ジムコマンド、移動する。を散布してやる。チッ、やるしかねえのか。死ぬ時はベッドの上と決めてるんで、こちら。こんなところで負けられますかってんで。抜け抜けとよくもまあ。戦いなんてもんは臆病でちょうどいいのよね。シミュレーションで完全に覚えているつもりなのに G がこんなにすごいなんて。そろそろねセーラーをランク A にしたいかなと。今ランク B で経験値550くらいあったかな。だからあともうちょっとランク A ですよ。ランク A になると一気に強くなる。だからキャラ付きを通していく。まさか、ありえぬ、ありえぬ。ガンダム MM モードこっちだ。ここで索敵 R2A か。とりあえずここ狙いますか。でジムコマンド1部隊、ここは艦砲でいけるかな。いや倒さないで戻ってくれば、ここで戻ってくるから、おそらくガトも倒せるか。俺は戦争を早く終わらせるために戦っているんだ。まあこの2部隊は倒してもらいたいね。まあでも多分反撃で決まると思うけどな。全部倒さない。よしいいぞ、これで打ち返して終わり。報告します。我が軍は敵特別エリアの制圧に成功しました。ルナツー奪還したぜ、やった。
偵察部隊より敵新型モビルアーマーが出現したとの報告がありました。未確認情報ですが、嫌な予感がします。第 08MS 小隊に調査を命じてもよろしいでしょうか。08のイベント始まっちゃいましたね。これはね、かなり間が悪い。北米もやばいのに、ジャブロンにこれ敵攻めてきますね。はい、第 08MS 小隊に敵新型モビルアーマーの調査を命じます。開発部より新兵器の開発プランが提案されました。開発部の提案をご覧になりますか。ガンダム用増加装甲は RX78 用の増加装甲を開発することで耐久力の飛躍的な向上を図る。また武装を追加することで火力を強化する、まあ、とりあえず今戦略36ターンですが、おそらく7ターン後、まあ、そのくらいにジャブロンに進行してくるので、これ対応しないといけないですね。まあ、とりあえずこのターンやりたいことは、あのホワイトベースに入っているボールね、防衛線が指定している P ジャブロー、ポイントジャブローに送ります。で、ルナ2の部隊を引き返す。で、態度はブライトのホワイトベースが確保してくれているので、まあ、多分大丈夫だと思います。これで引き返す。さあ P アメリカ、ここは敵来ちゃったけど、敵部隊が侵入してきました。防衛線を開始します。まあ3部隊ぐらいはどうということもないだろう。うん、倒したぞ。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。さあポイントジャブロ、ここ重要なんだ。戦闘を再開します。ここはバスクがマゼランで耐えてくれたんだけど、これをルナ2の守りに回す。なのでここで例の傘の減ったボールとスイッチする。ここにいるのは武士がゼロになったザク3部隊なんで、十分ロックできると思います。参謀部より特別作戦が提案されています。で、降下するぞ。ただしその前に事務コマンドを地上対応しておこう。地上戦仕様にしておく。で、これで地上に帰還する。で、バスクのマゼランをルナ2へ。来た、ジオ29部隊戦闘を再開します。準備しといたかあったな。うん、イフリートエル、アンツァムが2部隊ガウ。すげえやったぜ。どれどれ、奴らの面でもございますかね。そしたらなるほどね。 F2 が割と主力、あとクフがっていう感じらしいね。そして我が軍はルナ2が帰還しました。全拠点の制圧に成功しました。残存勢力の総統戦に移行します。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。いつ見てウキウキするよね、全拠点制圧は。さあ早速発生したルナ2防衛戦。敵部隊が侵入してきました。防衛戦を開始します。はい、うん、サイド4方面か。あ、ザク回か。ザク的散布多少撃ちますか。シュタイナーか。パイロット付きですね。今回は厄介ですね。結構、まあ、限界 140% とはいえあんまり期待できない艦砲ですけどあ、攻撃仕掛けてくる。よし、でもいい感じ、いい感じ。敵の物資を減らすことができればね。でもただ燃費超いいんだよねこいつね。さあどんなもんでしょうか。ザッカイの射撃は大したことない。まあでも角度そこそこ痛いね。まあ、格段にやっぱりこう防衛きついかなって感じ。これ散布。戦闘を中断します。かなり際どい。報告します。第 08MS 小隊のシロー・アマダが敵新型モビルアーマーとの混戦中行方不明になりました。現在残りの隊員が捜索を行っています。見つかり次第報告します。今あいつらお風呂行ってますね。けしからん奴らだ。開発部より新兵器の開発が終了したと報告がありました。開発部の報告をご覧になりますか。怒りが込み上げてきた。くそー、フルアーマガンダム
さあ、ニューヨークの状況、21部隊。ってことで、次回、こいつら可愛がってやるぜ。怒りの地上戦ということで。じゃあ、今回はここで終わりします。ご視聴ありがとうございました。